つもありがとうございます。チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。コメント欄いつもありがとうございます。励みになっております。初めて聞かれた方、はじめまして。山口敏太郎さんの事務所に所属してチャネラー活動しています、コロルです。よろしくお願いします。はい、さて今日はリクエストにお答えして、江頭2時50分さんの前世を見たのでそのことを話したいと思います。あの江頭さんは男の人女の人まんべんなく生まれ変わってきている感じで、で私が一番に今回感じた前世は女性でした。で江戸時代の武家の女性で、でいわゆる大奥じゃないんですけど、江戸城ではないんですけど地方のお城の大奥みたいなところで働いている城内の女中さんでした。まあ、城内の女中といってもこうお城の中にいる女性なので身分はそれなりに高くて、すごく古風できちんとした女性ですね。はい、でそこでたくさんの女性と働いていたので、とてもですね女性に対して見る目があって厳しいというか本当の素敵な女性を見抜くことができる江頭さんだと思います。でちょっとやそっとの人じゃ好きにならなくて本当にこう結婚しようって思うような人は本当にこう気立てが良くてもちろん綺麗で知的で素敵な人をじゃないと彼は結婚したいと思わない。いざとなるとすごくきちんとしたプライドの高い方だなと感じました。本当だから武家の女性のような凛としたものが中にある方って感じました。であとですね、男性の前世もあって結構軍人みたいな大川工業にいた頃の昔の出だしの、ね、学生服着ていたネタとかありましたけど、ああいうなんか男性の社会の小グループでリーダーをしていたようなこう日本軍、例えば日本軍の格好をして中隊長っていうのかな、こう中くらいの偉い人みたいな、こうで部下の若者たちに慕われるみたいなそんな男性も感じたので、結構軍人でこう部下思いの情の厚い軍人さんっていうのも感じました。で日本の軍人だったかもしれないしちょっとそこはっきりしないんですけども、海外のヨーロッパの中世の軍人さんみたいなのも感じました。あとですね、これちょっとかなり古い時代だと思うんですけど中国とかなんかアジア圏の大道芸人みたいなこう士農工商の身分制度から外れたなんていうの曲げ物師、曲げ物師じゃないか、そういう大道芸人、そうですね、あれあれ、フェリーニのフェデリコ・フェリーニの道って映画ありますけど、あれの残波のみたいなこう流浪して芸を見せてみたいな、身分で言えば本当身分制度の外にいるようなこうロマみたいな方、昔のねジプシーとかロマ、まあ、ジプシーって今言っちゃいけませんけどそういうポジションの、大道芸人みたいな人も感じました。だから本当この人は様々な経験をされていて、もうそういう武家の女性、お城にいる女性みたいなそういう気品のある人もいれば、本当のこうシビアな暮らしをした人もいて、本当にねいろんな経験されてる人だなって思いました。でだから女性に厳しいっていうか人間に厳しい人ですね、すごくいざとなると。であとその今 YouTube でマナー講師の方とよくね何かされてますけど、マナー講師の方はですねこのお城で働く女性だった時の同僚なんじゃないかななんて感じました。はい、以上が、江頭2時50分さん、江頭秀春さんの霊視でした。江頭さんはすごい人生経験豊かな、人を見る目がある、感受性豊かで細やかな男性ということでした。だからいろんな幅のある発言もするし、ラジオありますよね、江頭さんのラジオなんかは映画評論なんかも知的にするし、本当にこうみんながびっくりするような芸もするし、お芝居するとお芝居したですごい存在感を放つしということで魅力あふれる方だと本当に改めて感じました。ぜひやらないと思うんですけど
俳優をやったらすごくいい俳優するんだろうな、いい演技するんだろうなって思いました。はい、以上です。